まりました。就職活動 TV。 この番組は兵庫県内で就職を考える皆様に就活に役立つ情報をたっぷりとお届けしていきます。番組を進行するのは就職ナビサイトハリマッチを運営する株式会社ダイネンヒューマンプラスの池田大輔と、地元兵庫での就職を目指して頑張っています甲南大学3回生田中美優です。私たちが地元密着で培った企業と求職者をつなぐノウハウをもとに、番組を通じて皆様に役立つ情報をお伝えいたします。ぜひ参考にしてください。まずは兵庫県内のおすすめ企業を紹介する地元注目企業に突撃のコーナーです。このコーナーでは番組が厳選した注目企業に訪問し、就活に役立つ情報や実際の職場の雰囲気などをリサーチしていきます。それでは早速突撃 VTR スタート。こんにちは、兵庫の就職をお手伝いするハリマッチの本村達也です。今回お邪魔するのは姫路市南城に本社がある株式会社ベンハウスさんです。地域貢献をモットーに姫路周辺のさまざまな事業所のオフィス効率化をお手伝いしている会社ということで、早速突撃取材に行ってみましょう。株式会社ベンハウスは各種 OA 機器の販売やメンテナンスから社内ネットワークの構築やオフィスのレイアウトデザイン、さらにはウェブ制作まで請け負っているオフィスの総合商社。明るくフレンドリーな職場で上下関係をなくし、肩書きではなくお互いを名前で呼び合うなど、フランクでフラットな職場作りを心がけているそうです。はい、ではですね、今本社の1階にお邪魔してるんですけれども、ここはどういったコーナーになるんでしょうか。はい、こちらですね、見ていただいたら分かると思うんですけれども、大型の複合機を一式取り揃えさせていただいておりまして、それ以外にも一般のお客様向けにですね、文具であったりとか雑貨商品を各種取り揃えております。本当に中も広いですし、本当にいろんな商品が置かれてて、すごく品揃えはいいなと思いました。品揃えに関しては自信を持ってやらせていただいておりますので、ぜひぜひまた見ていただければと思います。はい、続いてはこちらのところにお伺いさせてもらうんですけども、はい、ここは何をしているところなんですか。はい、こちらはですね、日々お客さんから相談いただく名刺や印鑑であったりとかのデザインなどの制作をやっているブースとなります。今はどういったお仕事をされているんでしょう。今ですね、名刺とか印鑑とかチラシのデザインの制作をやってます。はい、株式会社ベンハウスでは名刺や印鑑、ポスターなど会社経営に必要な小物類のデザインから印刷までを一括で行うサービスを展開しているんです。こちらオフィスチェア、めちゃすごい並んでますね。はい、そうなんですよ。僕らですね、カタログだけじゃなくてですね、実際に家具を置かせていただいておりまして、お客さんに座り心地であったりとかも試していただきながら検討していただくものになってまして、もしよければ今回ちょっと座っていただければと。いいですか。はい、ではこちら2つ目の椅子座らせてもらいますね。はい、はい、どうぞどうぞ。じゃあすいません、失礼いたします。はい、やっぱりこれ座り心地いいですね。そうなんですよ。はい、働きやすい環境で皆さんにやっぱりやっていただきたいと思っておりますので。1階店舗を堪能したところで、続いては2階のオフィススペースへ。2階のオフィスに上がってきたんですけれども、はい、すごいたくさんの商標並んでますね。そうなんです。うちはですね、資格の取得をですね、どんどん力を入れていこうというところで、皆さんにどんどん資格を取得していただいたんですけれども、それが積もり積もってですね、今こういったベンハウスの栄光ロードという流れで資格証書の集まりが出来上がったといった流れではございます。こちら女性の方々が働いておられますけれども、どういったところになるんでしょうか。はい、こちらのブースはですね、お客様から商品の注文をいただいた際の受発注部門となります。それでは少しお声掛けしてみましょうか。はい、はい、すいません、お忙しいところ、はい、今日はどういったものが注文入りましたか。先週見積もりさせていただいた商品が無事注文になりました。注文になってほっとしております。引き続きそしたら頑張ってくださいね。ありがとうございます。続いてこちらは。はい、こちらのですね、グループなんですけれども、お客様からホームページの注文をいただいた際に直接制作するスタッフチームとなります。じゃあこちらも実際に働かれている方のお話聞いてみましょう。はい、はい、ではお忙しいところすいません。はい、はい、
どうでしょう、お仕事楽しいですか？はい、お仕事毎日楽しく働かせていただいております。生きがいを感じております。生きがいですね。はい。じゃあ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、こちらね、若干ね、机の高さが違うように感じるんですけれども。はい、そうなんです。これはあえて変えておりまして、お客さん先にすぐに行かないといけないとやったりとかの、フットワークが軽く動けるようにというところで、立ったままでも作業できるようにといった意味で、この机の高さにさせていただいております。どうですか、実際に働かれてみて。やっぱり事務所にいて作業する時間っていうのが少なめにはなるので、まあ、現場から帰ってきてすぐにデスクで作業して、またすぐに出ないといけないっていう時に、結構時間効率もいいのかなと思います。駆け足でオフィスも見させていただきましたけれども、本当に広々とした空間でオフィスも明るいですし、社員さんも元気な方がいっぱいだなという印象を持つことができました。はい、ありがとうございます。やっぱり会社としては社員が働きやすい環境をと日々考えて動いておりますので、皆さんがのびのびと仕事ができるようにというところで、どんどんと良くしていければと思っております。今日はご案内いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ちょうどペンを僕切らしてたので、今からちょっと買いに行こうかなと思います。ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。文房具やオフィス用品など私たちにとって非常に身近な商品を取り扱っている会社ですし、若手社員が一人一人裁量権を持って働いている姿が非常に印象的でした。株式会社ベンハウスさん、気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、注目企業ベンハウスさんを紹介しました。いかがだったでしょうか。 CM の後はゲストをお招きして就活にまつわる疑問に答えていただきます。さあ、ここからは就活生や求職者の皆様のさまざまな疑問や質問にお答えいただく就活クエスチョンのコーナーです。今回のゲストは上村工機株式会社の取締役上村芳樹さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゲストの上村さんには就職・転職にまつわるあれこれを採用する側の視点でズバリ本音でお答えいただきます。上村工機株式会社さんは陸・海・空洋・ガスタービンエンジン部品のサプライヤーとして、時代の変化に柔軟に対応し、成長するための確固たる生産基盤を構築して高品質の製品をお届けしております。それでは早速お聞きしていきましょう。では上村さんがお仕事されていてやりがいに感じるときはどんなときでしょうか。チーム全体の成長を見守る役割を担えていることです。プレイヤーとして結果を残すことがやりがいに感じるっていう方多いと思うんですけど、こういざこう、ね、取り仕切る立場になって、なんかどういう仕事の面白さがあるんですか。やはり教えた部下が、立派になって成果を出してくれるのは非常にこう喜ばしいことですね。御社の社員様の特徴についてお聞かせください。航空機エンジンを、多く取り扱っておりますので、やはり技術力がある人間が多いです。あとはですね、責任感が強い人間が多いので、品質には妥協しない一面もあります。面接において御社に必要な人材だと思うその瞬間はどのような時でしょうか。そうですね、やはり、真面目さを感じる時や、誠実さ、あとは一番は思いやりを感じれるときに一番一緒に仕事をしたいなと思いますね。たまにやはりこう話してる、もう過去のエピソードとかを聞いてると、思いやりを感じるなと思ったら、やはりこう一緒に仕事したいですよね、そういう人と。あ、なるほど、ありがとうございます。はい、それでは続いての質問です。学生時代にやっておいた方が良いことは何だとお考えでしょうか。そうですね、やはり多様な経験を積むことが大事だと思います。例えばインターンシップであったり、アルバイトも一つですね。あとは海外留学であったり、多様な経験を積むことで、スキルを得ることが大事かなと思います。学生時代であってもそのいろんな人との関わりがあると思うんですけれども、人間関係の面に関してはどうお考えでしょうか。そうですね、やはり、ビジネスシーンで人間関係の構築っていうのは非常に大切になってきますので、それもあるので多様な経験を積むことで、アルバイト先の先輩であったり、あとは留学先の友達を作ることが大切かなと思います。実際に学生時代の人脈がビジネスにつながったというご経験はありますか。そうですね、もういっぱいありますけど、例えば仕事上で困った時に取引先の、担当の人間がたまたま大学の友達やったりしたんで助けてもらったり、
あとはまあ今あの信頼できる部下の一人も学生時代のこう知り合いやったりするんで、やはりその辺が大切ですね。それでは続いての質問です。自分に合った職種業種をどのように見つければよいかお聞かせください。そうですね、やはりまずは自己分析を行うことかなと思います。まあその自分の興味がどこにあるのか、価値観をどう見出すのかっていうのをまずは見つめ直すことが大切かなと思います。私も現在そのアルバイトをしたりボランティアとかその学知化と呼ばれるその経験を集めたりしているんですけれども、自己分析はするんですけれども、その他に何か大切にしておいた方が良いこととかありますか？そうですね、まあ、自己分析の後は情報収集が必要になってきます。まあ各業種のどんな仕事内容をしているのかであったり、まあ、将来性があるのかどうか、そういう情報を集めることも大切だと思います。それでは恒例の質問です。上村さんがお仕事をされている中で大事にされているものは何でしょうか？そうですね、まあいろいろ悩みました。パソコンであったりいろいろ悩んだんですけど、やはりこの携帯電話が、まあ、一番長く使って大切にしているかなと思います。人間関係というのが非常にビジネスシーンでは大切になってきますので、やはり携帯電話といえばボタン一つですぐにコミュニケーションが取れるんで、大事かなと思います。だから結構学生さんって今電話が苦手っていう方が多いんですけど、上村さんの中でその電話のコツとかってありますか？そうですね、まあ、電話している上で、まあ、私が大切にしているのはもう相手が目の前にいる体でも電話することですかね。表情とか声っていうイメージですか？でもそうですね、もう完全にもう本当に目の前にいると思って電話しているんで、はい、まあ、よく部下なんか僕が電話している時には笑ってますよって言われたりするぐらいほんまに笑いながら電話してたと思います。それでは最後に就活生転職希望者へメッセージをお願いします。まずですね、自分のやりたいことを見つけて、もう自分を信じて突き進むのが一番後悔のない人生になると思いますので、就活頑張ってください。たくさんの人脈を作って、たくさんこう新しいことを吸収して挑戦していく姿勢、大変勉強になりました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。就職活動 TV、 今回も就活に役立つ情報をお届けしましたが、いかがだったでしょうか？今回紹介したベンハウスさん、若手でも裁量権を持ってお仕事ができる、そんな素敵な企業さんでしたね。番組ではこれからも地元兵庫で就職を考える皆様に就活情報をどんどんお届けしていきます。就職活動 TV、 今回はこの辺でお別れです。次回もお楽しみに。